金融庁はビッグモーター社による保険金不正請求事案に関連して令和6年1月25日、損保ジャパンと親会社の損保ホールディングスに対し業務改善命令を出しました。本日は企業のコンプライアンスに関する問題を専門とされる山口俊明弁護士をお迎えしてお話をお伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず、今回金融庁から出された業務改善命令とはどういった場合に出されるものなのでしょうかまた、 命令が出されるとどういった意味、効力があるのでしょうかはい。あの、今回は、あの、損保ジャパンという保険会社に対する、まあ、行政処分の一つとして、えー、業務改善命令が出されたということなんですけども、あの、この保険会社に対する行政処分といいますと、まあ、今回出された業務改善命令の他にもですね、えー、もう少し厳しい、えー、いわゆる業務の停止命令、 が出たりとか、まもっと厳しい場合にはですね、そもそももう登録を取り消してしまうと、こういった行政処分があります。で、またあのこういった業務改善命令が出されますと、そのいわゆる今回であればこれ金融庁が出してますから、金融庁のまあ監視監督ということが行われるということですから、業務改善命令に対してどんなじゃ改善をするかと。 いうことについて、え、損保ジャパンの方でその改善計画を出して、で、その改善計画に対してですね、一定期間、金融庁の方が、その改善の計画の中身と、それから実施の状況ですね、これを把握した上で、今後どう対応するかということを決定する。まあ、そういった効果があるというものです。ビッグモーター社と直接取引を行っていた損保ジャパンについては、どういった点が問題視されて、業務改善命令が出されたのでしょうか えー、やはりあの、いわゆる今回ビッグモーターの、いわゆる不適切な保険金の請求の問題ありますね。で、この問題に関して、えー、請求される側の、えー、損保ジャパンですね。で、この損保ジャパンに、やはりいくつかの落ち度があったんではないかと、お、いうことで、そこの法令違反の根拠とされています。で、その一つはですね、えー、これやっぱりあの、損保ジャパンの、 おいわゆるその保、まあ、例えば保険金の請求に関する、まあ、請求が出て,出てきたときに、その本当にこういうふうな修理をしなければいけないような問題だったのかどうか。まあ、そういった査定というのを基本的にはやるわけですよね。だけども、この査定がですね、非常にこのビッグモーターに対しては甘かった。本来ならばきちんとしたですね、損保ジャパン側で、 きちんとしたアジャスターというんですけども、この査定する人間をきちんとチェック、人間を通してチェックをするということが原則なんですけども、このビッグモーター社との間ではですね、このビッグモーター社の方の見積もりの検証というのは省略をして、えー、まあ原則としてビッグモーター社の見積もりをそのままいいねで受け取っていたと。こういうふうなことで非常に甘かったと。 こういうところが一つ大きな問題として挙げら、あの、理由として挙げられています。それからもう一つはですね、えー、これはあの、割といろんなところであの、新聞等でも、ニュース等でもよく報じられてますけども、ビッグモーター、あの、損保ジャパンだけでなく、えー、例えば東京会場さんとか、あそれから MS&AD さんとか、いわゆる大手の、損保の大手の会社は、どこも、 これは2022年の1月頃なんですけど、いわゆる内部告発ですね。内部告発があった時に、これはちょっと組織ぐるみでですね、ビッグモーター社がこういった不適切な保険金の請求をやっているのではないかというようなことで、一旦ですね、ソンプジャパンも含めて取引を停止したんですね。で、その取引を停止して、 えー、その社内調査、ビッグモーターの社内調査に委ねていたんですけども、えー、その社内調査の結果をですね、あまり合理的な、まあ、理由もなく、鵜呑みにしてしまって、えー、また再開をしてしまった。で、他の大手損保は、あ取引の停止,と停止をですね、ずっと継続していたんですけども、えー、なぜ損保ジャパンだけ、えー、この取引をその再開してしまったのだろうか。 で、そこに明確なちゃんとした理由があればいいんですけども、そのきちんとした理由なくですね、まあ、経営判断がずさんであったということで、取引を再開したという点に、やはり大きな問題があるというのが2点目ですね。で、3つ目がですね、えー、やはりこういった問題、その、 あの、組織ぐるみの不適切な保険金の請求があったかどうかということについて、当時からやはり金融庁は関心を持って見ていた、この損保会社の、保険会社のですね、行動を見ていたわけですけども、その時に、まあ、他社と比較して、この損保ジャパンはそういった組織ぐるみで行われていたんではないかと。 ということを裏付けるような事実があったにもかかわらず、そういったことを金融庁の方に報告をしていなかったと。こういうこともあってですね、やはり相当この、ええー、まあ、後ろ向きの経営ということが問題になって、今回のようなやはり法令違反行為があったというふうに認定されたというのが主な理由だというふうに考えられます。 損保ホールディングスについてですが、そ、はい、もそもホールディングスとはどういった会社なのでしょうか<あ>ホールディングスにはどのような経営実態があるのでしょうか、はい、これはあの、いわゆる持ち株会社というふうに言われるもので、えー、その、例えばグループ会社の中には、例えば損保ホールディングスであれば、メインである損害保険会社、それから別に生命保険会社も持ってますし、それからヘルスケア、 介護のための事業会社も持っていると。まあそういう会社をですね、えー、会社として丸ごと株を持つことによって経営を管理する。まあグループ経営をするときの一番の親会社というのがこの持ち株会社という形で、もう日本でも相当前からですね、こういった経営をされる、いわゆるそのホールディングスを中心としたグループ経営をされるという事業グループが非常に多くなっています。 で、ホールディングスっていうのはまさにその株を持つことによって経営管理を行うということで、これもあの保険業法の中にもですね、えー、例えば損保保険が、損保じゃホールディングスは保険持ち株会社というふうに法律上は言われていまして、この経営管理ということによってですね、事業を成り立たせる。つまり経営を管理してその収入は子会社の は、子会社から得られる配当金ですね。これを収入として、そのホールディングス独自で何か別の事業を行うということは、これは保険業法でも禁止されています。はい。ですから、純粋に株を保有することによって、子会社の経営を管理して、配当金から収入を得る。これが、いわゆるホールディングスという会社の事業形態です。 損保ジャパンの親会社である損保ホールディングスについて、業務改善命令が出されたのはどういった点が問題視されたのでしょうかはい。これ非常にあの、一般的にも、あの、関心の高いところだと思うんですね。あの、1月26日、記者会見が、損保ホールディングスのトップを含めて、記者会見が行われましたけども、まあそこでもあの、多くの質問が、 ああ、その、損保ホールディングスのトップに対して質問が投げられていましたけども、一応ですね、やはりあの、金融庁の、まあその処分ですね、なぜ親会社である損保ホールディングスが、業務改善命令を出されたのかというところについてはですね、これは、まあやはり一般的に考えるとですね、ビッグモーターの不適切な保険金の請求ということを、 損保ジャパン、グループ会社である損保ジャパンは知ってたんだけども、損保ホールディングスの経営人たちは知らなかったのかどうか。で、これはですね、やはりこの、あの、行政処分の前に、えー、民間のいわゆる弁護士を中心とした第三者委員会ですね。え、この第三者委員会が昨年の11月の中間報告、それから今年1月の最終報告、 2回に分けてですね、このソンポジャパン及びソンポホールディングスの問題、関与の仕方ということについて調査をしたんだけども、結論としてはそういうことをですね、2022年の8月の終わりにですね、東洋経済という雑誌がこの問題を公表するまで知らなかったと。これはソンポホールディングスの役員の人たちは知らなかったと。 ということは間違いなさそうなんですね、えー。で、だけども、じゃあ知らなかったで責任は済まされるのかっていうところが一番の問題でして、えー、やはりですね、えー、この、お、不利益な、つまりそのグループ会社にとって不利益な情報が、あなぜ報告されなかったのか。お、それまでですね、えー、約、まあ、 えー、経済雑誌で公表されるまで約8ヶ月間、損保ジャパンがですね、損保ホールディングスに報告しなかったのかと。この報告をしなかったというこの体制ですね、えー。情報を共有できなかった体制自体がですね、そもそもやはりホールディングスのその体制づくり、グループの経営管理にまずい部分があったんではないかと。まずかったんではないかと。 ということで、そこの非常に大きな指摘を、まあ、やはり受けてるわけなんですね。グループ会社間において、ホールディングス、親会社が、どこまで子会社を統治、管理しなければならないのかについて、明確な基準というものはあるのでしょうか、うん、そうですね。あの、日本はですね、日本の会社法っていうのは、海外の会社法と違って、単体中心なんですね。 単体、つまりそのグループっていうことを会社法の中では規制の対象にはなっていないんですね。ですから、親会社が子会社に対してどういう経営管理を行うかということが会社法の中で明確に定められているってことはないんですね。で、えー、ただですね、あの、今回はまあ、これ保険会社の問題で、えー、やはりその保険会社のその持ち株会社と、えー、それから事業会社との関係、これはあの、保険業、 保険業法ですね。この中に、やはり、あの、経営管理をしっかりしなければいけない、ということが明記されていて、その、まあ、一つの例としてですね、法令遵守体制ですね。グループ会社の法令遵守体制。これをきちんと整備すること。それから、ああ、いわゆる、保険のお客様、顧客ですね。顧客の皆様方の利益を最大に考えて、顧客本位の形で運営しなさいよと。と そういうふうな体制づくりということは、保険業法の中でもですね、その経営管理の一つの、まあ、えー、きちんと見ておくべきことという形で明記はされています。ただですね、じゃあどこまでやればいいのかと、どこまで経営管理をして,してすればいいのかということは、先ほど申し上げたように会社法の中にも、またこの保険業法の中にも記載がないんですね。ですから、あの、個別のですね、やはり状況にの中で、 リスクに対する想像力をきちんと働かせてですね、そのグループの事業会社のですね、経営を管理していかなければならないというのが実際のところだというふうに思います。ホールディングスの責任について大変勉強になりました。はい、本日は貴重なお話をありがとうございました。ありがとうございました。